いちごさん、今日の特別営業お疲れ様でした。さあ、狙撃ミッションのミーティングが終わりました。私は大丈夫です。話を聞いていただけですから。まあ、いちごちゃんは声を出せないというのもあるしね。ですが、びっくりしたでしょ。急にあなたを私のパートナーにしてしまって。いや、まあでも護衛の目的もあるからね。そういった意味では不自然でもないのかなって感じもするけど。私でいいんですか、殺しの仕事のパートナー。月見さんにとっては殺しの仕事の方が副業かもしんないけれども喫茶店の方が本腰入れてる感あるよね。私何もできません。それなのに。狙撃というのは基本二人で行います。その理由は狙撃手が周りを見ることができないからです。まあ視野は狭くなるかもね。狙撃手は狙撃のタイミングを狙って、それこそ1時間でも2時間でもスコープを覗いて張り付きます。うん、まあ狙撃手が隙だらけになっちゃうと、その間ずっと意識は全て銃口の先にありますから、自分自身の身の安全は二の次になります。うん、確かに納得。そのためのツーマンセルなんです。もう一人が周囲の状況を伺っている。この周囲の状況を伺う側をやれと、なかなか難しくない？あなたにお願いしたいのは周りに異変がないか、ただその確認だけです。だけとか簡単そうに言うけど、誰でもできる簡単なお仕事みたいに言うけど。しかも今回は1キロ以上離れた場所からの狙撃ですから、敵が察知して姿を現すことはほぼありえません。ほぼでしょ。でも何か起こりそう。なのであなたにお願いしたんです。あなたでも十分可能な仕事ですし、それになかなか気配察知するのって経験値問われそうだけどね。そうすればあなたと離れずにいられますから。個人的な理由。わかりました。私の仕事に付き合わせることになってしまいましたが。副業ね。あなたは何があっても私が守ります。だから私を信じてください。うん、この点は頼りになるけどね。コクリ、狙撃の助手、それって人殺しの手伝いだ。でもなぜか嫌だとか怖いという気持ちにならない。もう裏社会に染まってますね。多分それはやっぱり私が壊れているからだと思う。ああ、まあ的外れでもなさそうだな、俺の読みも。でも私が壊れているせいで月見さんといられるならそれでいい。ううん、それがいい。それでいいとそれがいいは大きく違うよね。月見さんは私を守ってくれる。まあミッションとはいえね。もし守りきれないとしても私を殺してくれる。うん、その約束を交わしました。まあそれが決め手になって月見さんも恋に落ちたんだよね。だからそれでいい。むしろそれがいい。うん、そんな展開。月見さんと同じ部屋で生活して2日経った。月見さんはだいたい私より1時間くらい早く起きて身支度を整えたりパソコンで何かしたりしている。じゃああんまり寝てなそうだね。その後私が13時くらいに起きて、私もシャワーを浴びて、それから一緒にご飯を食べる。そして15時くらいまで2人でゆっくり過ごしてからお店。まあ喫茶月影は日没から夜明けまでの営業時間になるから、こういう生活リズムになるよね。月見さんはスイーツの下準備や仕入れたものの確認をするから、私はそれを手伝う。17時に伊豆名さんが来て、17時半か18時くらいには営業開始。伊豆名さん来んの遅くない？まあでも仕込みとかはないのか。そして夜明け、朝の4時か5時くらいに営業を終了して1日が終わる。まあこの生活も1週間半くらい経ったのかな。殺し屋としての仕事が決まってから何か準備とかそういうことをするのかと思っていたけど、本当に殺し屋の方が副業みたいになってるよね。私が見ている限り、月見さんは普通の喫茶店の店長さんにしか見えない生活をしている。うん、こっちが本業っぽいよね。本当に普通で、この人が近いうちに人を殺すのかなんて信じられないくらい。
まあ、この感じだからできるんだろうね。だから今こうしてここにいることがすごく不思議な気がする。緊張していませんか？大丈夫ですか？そっか、2日経ったってことは当日か、ミッション当日。大丈夫です。だと良いのですが。すみません、こんなことに巻き込んでしまって。まあこんなことって思うところはあるんだよね、その辺の理性。大丈夫です。そばにいられて嬉しいです。気にしないでください。ありがとうございます。時間まではあと少しありますね。なんかだいぶ落ち着いてるよね。時間って決まっているんですか？確かにミーティングでそういう話はしていなかった気もする。対象がスケジュール通りに動いてるんですよ。あちらは24時に退勤するようなので、そこを狙います。その辺の話は LINE したのかな、みんなに。でも文字に残る情報もあんまり良くなさそうだけどね。今は23時45分なら、その人たちの命はあと15分くらい。人生で最後の15分、その人たちは何をしているんだろう。ダメだ、考えたらいけない。まあこういう殺し屋のお仕事は相手に感情移入しちゃダメだっていうお仕事だって言うからね。これから月見さんが殺す人たちのことを考えたらいけない。私はあなたに私が人を殺すところを見せたくはありませんでした。副業ね、月見さん。それは別に汚い仕事だから見せたくないのではなく、あなたのトラウマを増やしたくないからです。とことん優しいよね。まあこの優しさっていうのもヒロインに向けられる優しさなんだけどね、殺される側からしたらって話になってくるけど。ですが、あなたを月影に置いていくことも、他の誰かに任せておくことも考えられませんでした。まあ確かに護衛のミッションもあるけれども、まあ他人をどこまで信用していいかっていう世界でもあるよね。なので、できるだけ静かに綺麗に仕事をします。だからどうかそこにいてください。あなたは何もしなくていい。いや、周り見ないと。コクリ。そしてもう一つ、仕事が始まる前にあなたに伝えておかねばならないことがあります。何そういうの、ちょっと怖いんだけど。死亡フラグじゃないのそういうの。ん？あなたがなぜ月影に連れてこられたかについて。月影は喫茶店の名前ね。え？まあ、なぜジュラルミンケースで運ばれてきたのか。今回の標的、敵と呼んでしまいますが、今回の敵は端的に言えばあなたを捕まえていた相手です。あ、施設の人間ってこと？あなたを捕まえて実験動物にしていた存在が敵なんです。まあ、ある組織っていうね、組織の名前がそういう組織なんだけれども、それが施設ってこと？え？どういうこと？あの施設があの人たちが今から狙う相手なの？まあ、いちごちゃんにも関係のある話だからって言ってミーティングにも参加していたんだけれども、どう関係があるのかっていうのは語られていなかったよね。あの施設、え？もしかしてそれは、つまり。気がついたようですね。そうです、先日話していたある組織、その組織の施設にあなたは囚われていたんです。そういうことになるよね。だから、まあもしかしたら敵対関係になるかもしれなかった相手ってことだよね、月見さんもね。え？あの施設はあなたという人間を実験動物として欲しがった。そしてあなたは捕まり実験された。まあそうならないようにするために、月見さんは過去にイチゴちゃんを殺さなくちゃいけないミッションがあったんだけれども、殺せなかったっていう話でした。まあそれがどうしてっていうところは掘り下げられていないんだけどね。あなたはあなた以外の人間がたくさん実験体にされているのを見たでしょ。あ、じゃあ代わりが効くっていうところもあるってこと？その辺よくわかんないんだよね。その目的は私も知りませんが、とにかくあなたはその中の一人でした。数多くの実験体の
人だったんです。まあそういった意味では代わりが効く存在だから、護衛のミッションさえ終われば深くは追ってこないってことなのかね。あの施設が月見さんが言うある組織のもので、そこでは違法な、多分違法な実験が行われていて、私はそこに連れて行かれて、まあ合法ではないでしょうね、うん、それは私を月見さんが殺そうとしたことと関係がありますか、うん、そこ掘り下げていこう。ないとは言えないでしょうね。ただ詳細は私も把握しきれていない部分がありますから、あまり詳しい話はできませんが、うん、まあ殺しの対象のことはあまり知らない方が作業としてできるからね、うん、その点でわざと知らなかったっていう可能性はあるよね。隠してるわけじゃないと。私は天涯孤独だ。気づいた時には児童養護施設にいて、そこでずっと育ってきた。あ、そうなんだ。施設に行く前は普通の女子高生だったっていう話だったから、天涯孤独でもあったっていうところは話されていなかったよね、ここまで。そんな私だから違法な人体実験にはちょうどよくって、それであの施設に連れて行かれたんだと。そんな風に思ったことは何度もあるけど、うん、だからいちごちゃんに対する殺しの依頼というのも、もしかしたら味方からの依頼だったかもしんないっていうことだよね。あの施設に送られて痛い目見るくらいだったら、そこで生涯を終えた方がマシなんじゃないかっていう、まあ複雑なところだけどね。生きてりゃ何かしら挽回できるんじゃないかっていう思いもあるし、ただその行き先が裏社会だからっていうところだよね。でもそれは違ったのかもしれない。まあここまではポジティブな目線か、どっちかっていうと。月見さんは私を殺し損ねたと言っていた。そのせいで私が施設に送られたと。なら、もしかしたら私は誰かにとって邪魔な、いてはいけない人間で、うん、その可能性はあるよね。だから殺そうとしたけどできなかったからあの施設に送られた、そういうことなの。うん、まあ実験がどういう実験なのかっていうことだよね。その実験がうまくいってしまうと困る人間からの依頼っていう可能性はあるよね。わざわざ殺すより実験に使った方がいいから、うん、その辺がまだ見えてこないね。はあ、私物事を考えない癖がついている。悩んでも考えても意味はないと、そう無意識に思っている。これは施設で考えない方がマシだって思うようになってしまったからっていうことか。だからこれは月見さんが私を殺せなかったと言った日に思いつかなければいけないことなのに、今まで何も考えてこなかった。私全然ダメだ。まあそんなこともないと思うけどね。18歳にしてこの冷静さ。まあ18歳くらいだったらね、自分のことでいっぱいいっぱいだろうし、むしろそれでいいと思うしね。自分の将来について考えるっていうね、世代であっていいと思うんだけれども、まあ周りを見てというかね、一歩引いて自分を見てる感じがすごいと思うけど、優秀だよね。すみません、言えばあなたを悩ませると分かっていました。混乱させてしまうと。ですが本題はここからなんです。何、ここまで無駄話？ん？あなたの護衛を依頼した我々の依頼主は、あ、そこ語る？あなたを施設から連れ出し我々に預け、そしてあなたをおとりにすることで、ある組織に揺さぶりをかけようとしました。うん、まあこれはイチゴちゃんを救いたかったからっていう理由ではないかもしれないってこと？道具として使われたってこと？おとり？私おとりだったんですか？そうです。それ以外にも連れ出された理由はありそうですが、とにかくそういう目的であなたは月影に預けられた。ああ、他にも理由ありそうっていうところが、まあ、もしかしたらイチゴちゃんを守ってあげようっていう情なのかもしれないね。実験隊に逃げられたある組織はあなたを追って何か動きを見せるはずだったんですが、どうやらあちらもそれどころではないようで、こちらの意図した通りに動いてくれなかったんです。うん、まあ他人をコントロールするのは難しいからね。その結果が今夜の狙撃です。これで組織に対しもっと強い揺さぶりをかけます。
揺さぶりをかけたいのは月見さんなんですか？いや、まあ依頼されているだけだよね。違いますよ。すみません、そう聞こえる話し方でしたね。でも私ではありません。うん、まあ依頼に忠実なだけだよね。ただ今夜のこの狙撃についてはかなりの面で依頼主に対し協力的な行動をしてはいます。そうすることでこの件に片がつけば、そうしたらあなたは名実ともに私のものになるからです。まあこの言い方も不気味だけど。え？あなたはおとりとして連れてこられたんです。その役目が終わったら用済みなんですよ。護衛のミッションもそこで終わりと。あなたについてその後の処遇の指示は特にありません。基本こちらに任せると、そういうことになっていました。まあ確かに護衛のミッションもどこで区切りをつけるんだっていうところは気になっていたからね。もともと月見さんはどうするつもりだったんですか？その時の状況で考える気ではいました。ただぼんやり想定していたのは海外にでも逃げてもらうのがベターなのかなと。うん、まあしつこく追ってこないだろうとはいえ、その裏組織の人間たちに出会うよりはっていうことだよね。うん、海外。用がなくなったから始末するとか、そういうことは思わなかったんですか？まあそれが依頼だったらそうだったんじゃないの？裏社会なのに。まあ確かに、でも秘密を知り得た人物ってことにはなっちゃうか。あなたを殺せという依頼は受けていませんよ。それに先方からはむしろ保護を頼まれたのですから、向こうもあなたに同情しているか大事にしたいんでしょう。まあクライアントのためにもそういうなんか守るような動きをした方が喜ばれそうだよね。まあリピーターになってもらいたいっていうね、仕事目線もあるだろうし。向こうって誰なんですか？まあ抽象的に話すよね、こういう時。わかりません。知ろうとは思いませんでした。うん、あんまり知りすぎない方がやりやすいお仕事っていうね。ただ私はおそらく向こうも、ことが済んだらあなたには全て忘れて生きていってほしいと思ってはいました。この辺のおそらくっていうところがね、知ってて言ってるのかっていうところなんだよね。うん、上手に隠してくる。だから私もどこか遠い場所に行ってもらうのが良いだろうとそう思っていたんですが。うん、守るためにね。でも今は違います。あなたが用済みになったのなら私がもらいます。うん、まあここは情が入ってしまったからね。あなたは私と離れないとそう約束してくれたんですから。うん、まあ守れないっていう風になったら私を殺してくれっていうのが一つ決め手になったわけだよね。もう人生をずっと添い遂げたいっていう気持ちになったから。いいですか、いちごさん。コクリ、まあ割と重めな恋愛ではあるけれども、まあでもそのくらいな気持ちがないとね、一生一緒にいたいってなんないかもしれないね。ずっと一緒ですよ。その約束は守ります。では配置につきましょう。お、ミッション始まる。まあ確かに15分以上経ったんじゃねえかっていうね、気持ちもありましたけれども。24時まではあと5分。おお、ここでこのスチルか。オープニングムービーで登場したシーンだよね。まあシャープ1でしか動画的にはご覧いただいていないかと思うんだけれども、まあようやくこの場面に来たと。クライマックスだね。そこから彼らが退勤準備をして出てくるのに、さらに5分から10分、長くて15分間が仕事の時間です。実働15分、いい時給だね。まあただでさえ通常報酬の5倍ってくらいだからね。かがりの尻拭い。いちごさん、あなたは周囲を警戒していてください。うん、これがなかなか難しいと思うんだけど。もしも誰かの足音がしたら、もしくは視界の中で変わった何かがあったら教えてください。素人目でいいんでしょうか。変わった何か、そして何かあった場合もスマホをかざしてって形になるからね、声を出すこともできない。まあ逆に言えば余計な物音も出さないっていうメリットはあるのかもしれないけど。今一番警戒したいのは小型の無人偵察機ですね。写真を撮るのによく使われるでしょ。まあドローンとかそういう感じかな。
だから本当は屋内からの狙撃にしたかったんですが、都合の良い部屋がなかったものでここに決めました。二人っきりで夜景を見たかったからとかそういうことじゃないよね。ロマンチックな展開。もし何か上空を飛ぶものがあればすぐに私に教えてください。とはいえ夜ですし可能性は低いでしょう。あれは夜飛ばすには不向きですから。まああとはどのくらいの距離にあるかにもよると思うけど、月見さん耳いいからね。ドローンのエンジン音が聞こえたらそれでも気づきそうな気もするけど。それに1キロ超の距離から狙撃ができる人間はそういない。あちらもこの事態は想定していないと思いますよ。だといいけどね。情報漏れてなければ。私はお、ここで自分語り始まる。ん？この仕事が無事に終わればあなたを手に入れることができたら、こういった実動の仕事からは引退しようと思っています。おっと、これこそ死亡フラグじゃん。え？どなたかから聞いたかもしれませんが、私は殺人に抵抗がありません。うん、そこに情を入れないんだよね。食事や排泄、そういう日常の行為と殺人の間に何の違いも感じられないのです。まあそのくらいネジがぶっ飛んでいないとできない仕事だっていう話でもありましたけど。本来そういう人間は暗殺者には向きません。狙撃手であればなおさらです。うん、命の重みが分かるからこそっていう話だったっけ。狙撃手は精神異常者がなってはいけないのです。一発の重みを理解できる人間でないとならない。私は殺人をあまりにも容易しく躊躇なく行う。だから危険だと指摘されていましたし、自覚はありました。まあ作業のようにやってしまうってことだよね。でも今私はあなたに出会った。うん、それによって人間味を持ったってことだよね。死なせたくないと思える存在を見つけました。うん、まあそういう自分自身よりも大切な人間、守りたい人間を見つけると、まあこの仕事はできなくなるっていう話はありました、イズナさんからね。これからきっと私は命の意味を理解するんでしょう。一人殺すたびにあなたを思い涙を流す。今殺した相手にも大切な誰かが、愛し愛された誰かがいたと、そう思うようになるはずです。まあこの辺頭で理解しているんだけれども感情移入できなかったっていうのが今までの月見さん。それはきっと殺す者としては正しい。命の意味と価値を分かって引き金を引く人間だからこそ、この上なく安定した殺人者になれる。ああ、そう思っているんだ。伊豆名さんは逆だったよね。そう思っちゃうからダメだみたいな、そんな感じでした。でも私はもう十分です。完璧な殺し屋にはならなくていい。まあこっちが副業だもんね。本人はそう言ってないけど。ただあなたと共に生きていければそれでいいんです。だから潮時です。伊豆名さんにはずるいと言われるかもしれませんけどね。お、潮時がちゃんと引き際っていう正しい意味で使われてる。結構間違って使われちゃうことも多いんだよね、乙女ゲームでも。伊豆名さんに。伊豆名さんはそういう迷いを常に持っています。うん、なんならそれがコンプレックスっぽかったよね。彼は自分自身では問題だと思っているようですが、私はそれはとても良いことだと思うんですよ。うん、まあ真逆な存在ではあるよね。同じ殺し屋なんだけれども、まあそして二人とも優しいんだけれども、なんかジャンルが違うというかね。命の価値を知る人間が人を殺す。暗殺者はそうでないといけない。うん、まあそうしないとミッションの対価の価値とかも分からなくなっちゃうってことか。時間です。今から5分、一切物音を立てないでください。うん、何も起こらないといいけど。5分、これから5分以内に月見さんは人を殺す。なんだか息苦しい。早くこの5分が過ぎてほしい。まあだいぶサイコパスだよね。
ここまで優しい言葉をかけた直後だもんね。そしてその狙撃する相手にも大切な人がいるんじゃないのかってのはもう脳裏によぎっているにもかかわらず、ここに臨むわけだからね。お、どうなった？いちごさん、大丈夫ですか？疲れてはいませんか？とりあえず無事にってことかな？ココリ。今、0時50分。1時半までには戻れそうですね。あ、ちょっと時間食ったのかな？実動15分って話だったけど。月影に戻るんですか？そうです。あそこが一番安全なので。他の皆さんは、一旦それぞれのセーフハウスに向かいますけどね。今、私たち追われているんですか？積極的に追われてはいないと思いますよ。向こうは狙撃の第二者の警戒をしているでしょうから。ああ、なるほどね。第二者？狙撃が一度で終わったと知っているのは我々だけですから、撃たれた側は第二者の可能性を考えます。となると第一者で4人ともうまくやれたってこと？なので、もし私が向こうの指揮官なら、人員の半数でガードを固め、半数で狙撃手を探すでしょうね。まあじゃあ探されてはいるんだね。追われてます今。とはいえ、このビル群の中、狙撃場所を特定するのは非常に困難でしょう。まず予想される300メートル圏内をしらみつぶしに探し、次は500、700メートルと範囲を広げていくでしょうが。まあ広げれば広げるほど難しくはなるよね。それはあまり現実的ではありませんし、狙撃場所が判明してもそのことにそう意味はありません。うん、まあだからこそ場所探しもこだわったわけだよね。狙撃手を捕まえるよりは、自分を狙うであろう勢力の動きを見定めようとするのが定石じゃないでしょうか。うん、対局を見るってやつね。なら今はそんなに危険じゃないんですね。はい、ほぼ大丈夫です。ほぼでしょ？心配させてしまいましたか。すみません。さっき月見さんがああいうことを言ったから少し怖くなりました。ああいうこと？この仕事が終わったら引退するって。ああ、それですか。うん、ジジイみたいな発言してましたよね。まあ今だからそういう風に言えるけど、まあとりあえず無事だからね。確かにあれは映画なら死亡フラグでしたね。あのタイミングで言うことではありませんでした。そうだよね、俺の読み間違ってなかったよね。でも言っておきたかったんです。あなたに仕事の手伝いをさせるのは最初で最後だと。まあ今の機会はね、護衛しなくちゃいけないっていうところもあったから、誰かに預けるわけでもなく自分のそばに置いておきたいっていうのはね、プライベート的な感情としても仕事の感情としてもあっただろうからね。まあ仕方なくっていうところはあったでしょう。もうこれで終わりだと。あとは二人で生きるだけだと、そう言いたかったんです。うん、そう言ってほしかったね。月見さんと私二人で。いちごさん、下がってください。私の後ろに。うわ、なんか来たよこれ。え、何？今攻撃されました。身を低くして私の合図で走ってください。油断するからだよ。その必要はないわよ。いちごちゃんには危害を加えないから。うわ、黒幕。この声、まつりさん？あんなに優しいふりしていたのに。あなたですか。とまあここで一区切りかな。いやー、まあどっかに裏切り者はいるとは思っていたけど、アモンさんかなって思っていたから意外な展開ではあったかな。うん、なんならね、この月見さんとの二人の関係性を応援するぜくらいの関係性で最後ね、話が閉まっていたからさ、まあ油断させてっていうところもあったんだろうね。いや、この女めって感じだけどね。もう見せつけに来てんだろうっていうね、この服装絶対殺しに向かないと思うんだけど。っていうか2人ずつペアになってっていう感じだったけど、かがりと組んでなかったっけ？まつりさんね。そっちの狙撃メンバーは
またかがりやらかしましたね。もう俺ん中では完全にポンコツですよ。今のところ仕事うまくやってないからね、一回も。打率ゼロ割。いやもうこれかがりのせいと言っても過言ではないね。まつりさんを野放しにして。っていうかかがり元気にやってんのかな。それもちょっと怖いね。ただまあいちごちゃんには危害を加えないみたいな風に言っていたので、まあ目的が月見さんなのか、まあ月見さんがこのいちごちゃんを護衛しなくちゃいけないっていう事情を知っていたから狙いが月見さんにあるのか、まあそうなってくるとイズナさんも大丈夫かっていう不安も出てくるし、まあそのイズナさんこそ、そっかアモンと組んでいるからっていうところで、そこはそこで争ってるかもしんないよね。いやーいろいろ不安はある場面ではあるけど、いよいよクライマックス、まあ黒幕だから、まあ次回、まあどこまで行くか分かんないけど、月見編もラストスパートに向かっていくんじゃないかな。まあ楽しみなところではありますが、今回はここまでにしておきましょう。男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況チャンネルとしてやらせていただきます。なので黒幕が女性だった場合読み解けないかもしれませんが、まあ次回ね楽しみにしておきましょう。意外な敵キャラでした。というわけで今回もご覧いただきましてありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録の上で次回以降もお待ちいただけたら嬉しいです。それではまた次回もお待ちしております。